リセはフランスの後期中等教育機関。日本の高等学校に相当する。コレージュが設置される以前はドイツのギムナジウムに近かった。大まかには3年生のバカロレア取得コースと2年生の職業的成長取得コースがある。アリストテレスが創設した学園のリュケイオンにちなんで名付けられた。現代トルコ語では高等学校のことをリーズという。これは オスマン帝国時代末期の19世紀、タンジマートなどの近代化の結果、フランス語の語彙がトルコ語にもたらされたからである。フランスの教育制度2013年の時点で、リセコースは以下である。普通バカロレア取得を目指すコース。3年生で、レベル 3A とされる。技術バカロレア取得を目指すコース。3年生で、レベル 3A とされる。 職業適正症の取得を目指すコース。2年生で S と 3C、E 工夫3レベルとされる。CAP は200種類ほどが存在する。さらに CAP、または VIP 取得者を対象として、職業バカロレア取得コースが存在し、2年生で S と3倍と E 工夫4レベルとされる。いくつかのリセは、バカロレア取得者を対象として、 以下の過程を持っている。1802年のナポレオン一世が失政時代に交付した教育令において理世が国庫によって支持される中等学校と規定された。1808年の帝国大学制度体系のうちでは理世を管理中等学校、これ以上公私立の中等学校として位置づけ、翌1809年に理世の修行年限を5年と定めた。 これは、ナポレオン一世の支持階級たるブルジョワジーのために古典人文的連成を施すことを目的とした。1902年の改革は、中東教育における古典や近代の両系統の別地を廃し、これを一つの学校のうちの二つの家庭として取り入れることとなった。1924年以来、教育の機械均等、階級制打破の理念から初等教育と、 リセとの連絡が企てられ、また義務教育年限の延長に伴う強化内容の改正などが行われた。ランジュバン案は理想的なものとされたが、実現するに至らず、その後この構想を現実的に手直しした多くの改革案が検討され、1959年にシャルルド・ゴール大統領のもとで改革が実施された。ありがとうございます。